ソウル大学校附属病院虐殺事件の記念碑ソウル大学校附属病院虐殺事件は朝鮮戦争初期の1950年6月28日に朝鮮人民軍によってソウル大学校以下大学附属病院で発生した虐殺事件。この虐殺によって合計700人から900人の医療関係者、入院患者及びその家族等が殺害された。 1950年6月25日に進行を開始した朝鮮人民軍は3日後の6月28日にソウル市街へ突入した。小高い丘の上に立つソウル大学校付属病院には陸軍一個小隊が警備につき入院患者のうち動けるものは南に向かって避難していたがそれでも動けない重症患者さらに初戦で構想されてきた負傷兵で病院は 満床状態だった。病院は、金近妻駅委員長の指示で屋上に赤十字を表記し、国旗掲揚台にも赤十字旗を掲げて病院であることを示していた。同日朝、中央町を制圧した人民軍は、病院の制圧に向かった。警備小隊と動ける負傷兵、一般患者、学生ら約80名は、連絡将校として陸軍本部から派遣されていた。 陸軍兵站学校副校長、超4いる少な量、警備省隊長、南商医及び専任副士人福祉官、民軍曹の指揮で病院への侵入を防ぐべく、人民軍と戦ったが、全員が戦死した。その後人民軍は、動けない重傷の負傷兵や、非戦闘員だけが残っていた病院に、サイドカーの部隊を戦闘に乗り付けた。北朝鮮の心波と見られる医師が、越北して、 人民軍軍医となっていた元ソウル大医科教授と握手し人民軍の搬送してきた負傷兵を運び込むなどしていたが韓国軍負傷兵を発見した人民軍中佐の先導で兵士が虐殺を始めた当初は病室を回って負傷兵と目される患者をベッドの上で次々と射殺していたがやがて非効率的と判断したのか患者や抵抗した者を引きずり出して 病室の角や病院の庭に集め、まとめて一斉射撃で射殺した。犠牲者は負傷兵だけではなく、一般の入院患者や付き添いの患者家族、抵抗した医療関係者、学生も多数殺害されたと記録されている。銃声を耳にした病棟の患者らは脱出しようとして、包囲している人民軍に捕殺され、韓国軍負傷兵の中には、 病室の家具重機類でバリケードを指揮拳銃で応戦して射殺される者や絶望のあまり自決する者も,もいた。虐殺は午後まで続き、人民軍兵士は精神病棟をも襲撃して患者を虐殺したほか一度撃った者を生存確認のため銃剣で刺して回った。最後まで隠れていて発見された者らはボイラー室に連れ込まれ石炭の山に生き埋めにされた。 このように殺害された被害者は、正確な被害規模を知ることができないが1000人に迫ると推定され、遺体は集められたまま20日間放置されて、病院中に不臭が充満したほどと言われる。その後、遺体は、昇景群付近と経過道路を足り付近の道路に積み上げられ、ガソリンをかけて焼却された。制圧後、病院は朝鮮人民軍負傷兵の病院として、 用いられた。また、病院で診療に当たっていた、医師、軍医、看護婦、衛生兵らの多くは朝鮮人民軍兵士の治療に、死役させられ、それに抵抗した一部の医療関係者は、ソウル市民への見せしめのため、広場で公開銃殺された。3ヶ月後ソウルが、国連軍に脱回されて、後に、この虐殺が世に知られるようになった。さらに、 翌年のソウル再陥落後、再び同様の虐殺事件が明らかになり、大きな衝撃を与えた。現在、ソウル大学病院内に無名自由戦士の日が建立され、毎年6月28日前後に、ソウル大学小六法訓団及びソウル北部法君主長が合同で追悼行事を行っている。ありがとうございます。